今日も元気にスマッシュスマッシ ュ平島夏美です。にささぎです。はい、今回はスママジ上級者への道第28回ですね。はい、はい、今回はゴルドラ調査隊、はい、来ましたね。古代遺跡ゴルドラ34階までの新階層が追加されたので、はい、ね、またお強い敵とか、はいはい、素敵なドロップアイテムとかそういうのをちょっとね今回は紹介していきたいと思います。はい、はい、というわけでこのねボスマークのあるところのボスが落とすのがいいやつ、はい、というわけで、はい、じゃあ早速26階こちらのボスがソーサラですね。ほう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 、なんですけど武器が、はい、なんだろう、水宝城アクエリアスかな、うん、美味しそうですよね。美味しそう、うん、まあ水属性の杖なんですけど、まあ水属性、水属性しかない。え、あ、本当だ、うん、他が何にもないんですね。で覚醒バブルボール、うん、あれ最近覚醒、バブルボールが秘伝書で来たんでしたっけ、うん、あ、そっか、じゃあそれとかにも使えるし、まあでもね、魔法使いはマナブーストだけが欲しいからあんまりこの辺にはね。え、これってどうなんですか、うん、実際。まあね、魔法使いに関しては別に属性値だけあっても大丈夫。あと一応そのゴルドラってことで、まあ、厳選すれば魔力100もあるのかなっていう。あ、だから魔力 HP100 のバブルボール覚醒のこれとかね。ああ、なるほど、そうか、そういうのも出てくるのか、うん、まあ、大変だけど、うんうんうん、まあ、バブルボール持ちにはいいかもしれない、うん、まあまあまあ。で、まあ、28は何もないですよね。そうですね、うん、28何もない、何もないですね。はい、でこちらね、29の深部、深部の方だけ、うん、ボスマーク、はボスマークで、こちらがヒュージスライム。ここのボスね、すごいですよ。何がですか。もうなんかね、見た瞬間、あ、すごいってなる。何すごいだろう。全然私は29層まで行ってないから、はい、まあ、ヒュージなスライムがいるわけですけど、はい。はい、で、なんと弓の武器なんですね。おう、はい、キメラグロール。キメラグロール、これすごいですよ。なんかすごい強そう。あの、今のとこ、あの、なんだっけ、あのセシリアの武器でフルチャージっていうのがあって、はい、なんか HP 満タンの時限定でなんかパワーアップみたいな、うん、すごい強くて、で、あとなんかエクシード、それか、エクシードがそのフルチャージついてて、うん、すごい強いんですけど、なんとフルチャージ付きの弓矢っていう。じゃあ一発目とかね、攻撃を受けなければダメージ食らわない立ち回りだったらすごいんですよ、うん、だからリバースショットをつけたなんか、カティアとかで弱点突き続けてフルチャージっていう、だからなんか立ち回りうまいアーチャーはこれつけるとすごいことになる。あ、それすごいな。しかも攻撃も120あって、うん、で、まあ、厳選すれば100になるんで、うん、220でフルチャージなんで、うん、相当強くなる。相当ですね、うん、これはかなりおすすめですね。で、続きまして30階、はい、30階が、ボスの方がワイバーン、まあ、最近追加された英雄戦かな、あ、なんか白い飛んでるやつ。あー、はいはいはい、カウンターしてくるやつ、うん、あいつかのちょっと違う版、うん、なんか全然なんか水属性の、うん、属性も違うやつなんですけど、まあ、というわけで水属性の剣、うん、で、まあ覚醒リバーススラッシュ、覚醒リバースラッシュ、多分、ね、今までなかったんですけど、すごい、もうなんか覚醒リバーススラッシュは、スラッシュはスラッシュどうですか。次のターンまでダメージを受けなければ次のターンに攻撃力アップし追加でマナが1回復するっていう、なんかすげえな。なんかすごい、すごいですね。だからなんかアーモンのため技の時にリバーススラッシュ使って避けたら、うん、まあ、ダメージは食らわないしでマナも増えるし、うん、軽く曲がって、うん、次になんかソウルブレイクみたいな。これめっちゃ良くないですか。だから敵の行動を把握してる上で使えば、うん、かなり強力。あ、これでもそうですね、敵のそう行動を把握してないと難しいけど、うん、あとは水属性なので、まあ、炎属性の敵相手にこれできるといいですよね。あ、だからインフェルノが次飛ぶの分かってる時の、あ、なるほど、次飛ぶからリバースラッシュ打っとくみたいな、うん、とかね、結構なんか使いようによってはすごい、うんうん、で、深部の方の33階、はい、こちらのボスがスナイプコロン、うん、ここもまあすごいなって思う、うーん、おおって感じ、お前かっていう。まあコロンのスナイプ版ですよね。
どういうことだ、スナイプ版。うん、はい、というわけで、うん、ここの武器がアストラルスタック。お、はい、アストラルスタッフ、まあ、魔力2役の胴体上昇のダメージが上がって、でさらにあのゴルドラ式のなんか2個つくよっていう、これ結構ね、キングに向いてんじゃないかなっていう。あ、そうなんだ。キングって異常にしやすいんで。あ、はいはいはい。だからキングがこれつけてサンフラワーとか打ったらかなりえぐいんじゃないかなっていうのがありますね。だからあの桜とかで燃やして異常にして、うん、でその状態でその異常時ダメージアップしたキングがダーンってやるとか。うん、あ、これもだから魔力100が結構欲しいですね。うん、うんうん、はい。でラスト。はい、まあ、現状のラストなんですけど34回こちらがボスの方があの火のバジリスク。ほう、あの前なんかちょっとチラッと出てきて、はいはい、なんか石当てゲームする人、うん、石当てゲームねはい、なんですけどそこの武器が、はい、溶岩符なんだろう、うん、バジリスク。ほう、では攻撃と火と燃焼があるんで、うん、まあ異常にしやすいのかなっていう、うんうんうん、で、この覚醒ツイスター、これ初かな多分。そうでしたっけ。うん、なんかありそうでなかったやつかな、うん、これも結構すごいんですよ。ツイスター覚醒するとどうなんですかね。なんかね、スクレイパーの覚醒はねよく聞きますけどね、うん、で覚醒すると、はい、こちらツイスターの覚醒は引き寄せ効果が追加される。ほう、引き寄せ効果、こう引き寄せ効果、うん、どうキュンってくるんですかね。スクレーパー的な感じ。スクレーパーで、わかんない。そう、そうですね。これちょっとなんかどうなるんだろうって感じで、うん、どんな風に引き寄せられるのか、はい、うん、はい、今回ゴルドラでもらえる武器の、はいはい、覚醒の技を、はい、マジックを見せてください。はい、じゃあこのツイスターね、はい、引き寄せ効果。ほう、引き寄せ効果って、まあ、ツイスターといえばね、なんか、はい、バババーってやってぶっ飛ばす系なんですけど、うん、それがほい、あれ、ブラックホール的な感じ。すごい、なんか周りにも意外と渦が、ね、なんかすごかったよ、できてますね。これ結構使いやすそうですね、うん、なんかスクレイパーはね今までは結構欲しかったけど、うんうん、これあればツイスターもかなり使える。そう、しかも結構全体的にこの渦がいってたから、うん、なんかね、遠い的にもプチサイクロンって感じですよね、うん、ああ、そうですね、うん、でこう引き寄せてまた吹っ飛ばすっていう感じですね、うん、いいですね、うん、でリバーススラッシュがこれなんかあるのかな、なんかパワーアップするのかな。あ、そか、マナがいっぱいだからわかんない。いや、あ、そうか、マナー甘いとして、うん、これでパワーアップが自分のターンになったら、おお、してる。 あ、1マナってなって、すごい、もう赤いオーラが出てきててこれディルクにつけたい気もするけど、うん、ディルクな、まあ相手がホロだったらこれはすごいですね。うん、でなんかやるって感じかね、うん、へえ、いいですね。なるほど、うん、じゃあここで、はい、ちょっとね結構いろんなギミックも増えたので、うん、ちょっとなんか平島さんに、はい、遊んでもらおうかなっていうえ、私ですか。はい、もちろん、はい、え、急な無茶ぶり。まずあの24までが今まであって、はい、25が早速ちょっと面白いんですよ。面白いんですか。はい、面白いってちゃんとね、パーティーは作ってきたから。ああ、すごい。え、覚醒、え、これ覚醒してたら私だってもうご利用していけますよ、はい、まあなんかね、難しいところはないですよ。なんかね、はい、あ、面白いなこのギミックっていうのがあるんですよ。へえ。はい、余裕かな。だってみんな覚醒、あ、しかも私もちゃんと入れてくれてるんですね。そうそうそう、エイルとヒルでも、はい、まあ普段ね、こんなの使えないからねじゃあいきますね。はい、教えてくださいね、ちゃんと。ん、いつも意地悪して教えてくれないんだからね、え、ひどいですよね。どうぞ。あ、しかもあれだ、マナマックスっておまけ付きですね。お、いいですよ、パワーアップ。そう、あのね、勇者覚醒したエレインはパワーアップを適当に打ってもみんなに全員に入るっていう。あ、すごいですよ ね、あれ。でもこれ打ってもこれできないですよね、この真ん中。気になりませんっていうか、あれ、え、気になりません、あれ。なんか真ん中のこの真ん中2つにあるちょんちょんがすごい気になるんですよね。ですよね。デッドライン、まあまあ当たるんですね、ってか後ろも当たるんですね、一応。レッドクロスしたらこれちゃんと吹っ飛びますかね、この前のやつら。まずね、レッドライン中の人はレッドクロス しませんよ。あ、そっか、じゃあスクレーパーしよう。はい、お、え、おお、え、どういうこと、どういうことなんか移動しちゃった。
そう、そのリアクションが欲しかったんですよ。え、そう、あの頭、わかったわかったわかった、ここの上通っちゃうとここからここにワープしちゃうんだ。そう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 、あ、面白いですよね、これ。あー、これは面白い。はい。じゃあラストステージ、はい、ステージ3。あ、2個ある、ブルーが出てきた。何なんですかね、あれは。おかしいな。怖いけど、でもこれ上乗んないと分かんないけど、とりあえずあとはワープって分かってるんで、はい、とりあえずちょっとパワーアップして、はい、ガチで倒しに行きますよ。まあ、レライジンかな。そうですね、はい、で、あれっすか、あれ行くんすか、いきますか、レッドクロス、はい、できます、はい、レッドクロス。あれ、え待って待って待って、これめっちゃ面白いですよね。今レッドクロス中にワープする、こんな技中にって、マジック中にってありえるんですか。面白いですよね。というわけで、まあ、青同士のワープと赤同士のワープ、一瞬何が起きたのか分からなかったな。でもいいギミックですよね、これ。だから盗賊とか なんならあれじゃないですか、赤ワープして青も行くんじゃないですか。わかんない、わかんないけど、面白いですね、これ。だって、まあ、こうやって普通に、まあ、攻撃してるじゃないですか、うん、でも例えばこう、はい、こっちはまあ今こうね、赤いところ行かなくても行けるじゃないですか、うん、普通に攻撃して。でもこの後ですよ、だからワープすればなんか背後取れるなとか、うん、だって今こうやって攻撃したら、うん、じゃあスクレーパーで攻撃したら、あの攻撃中に移動するじゃないですか。 その後どっちに向かうのかっていうのも気になるから、ちょっと青に向かってやりますね。いいす、はいはい、ワープして、あ、そのまま下行くんですね。進行方向は変わんないんですね。なんか検証してる。なるほど、死んじゃうかな。あ、死んじゃった。そうなんだ。面白いですね、これ。じゃあ、はい、シュッシュってこう壁にこうやったらそのままこっちに行くんですかね。いいですよ。あー、やっぱ進行方向は一緒なんですね。はいはい、面白い。あ、じゃあそれ真上にライジングやったらちょうど行くんじゃないですか、敵の方に。真上にですか。真上にライジングやって赤から赤です、ワープして出てきてもう一回行くみたいな。ああ、なるほど。おーかっこいい、かっこいい、面白い。そういったものが一気に25になるっていうね、うん、これは面白いですね。面白いですよね、うん、いや、これやったらやっぱ背後とかも取りやすくなるし、うん、まあ多分ね、悪い方向の方が多そうだけどね。本当ですか。 そっちじゃないみたいな。あ、そっか。敵はワープしないんですか。しないんですよ。あ、なるほど。敵ワープしたらもうわけわかんないです。ごっちゃごちゃ。じゃあちょっと29の深部にちょっとボスも一回ちょっとね、チラッチラッと、29もですか。だってもうこれ最後の方ですよ。でも言ってもね、みんな覚醒してマナマックスっていうね、まあそうですよね、うん、ご利用しで、さすがにご利用せでしょ。ご利用大事。どんなボスがいるんだ。あ、そうですよ、ステージ1だけ。あ、スライム出てきた。ヒュージースライム、肥大した肥大したなんちゃらでかって。大きすぎ、すごいですね。しかもなんか独々しい、ね、めっちゃ可愛いよね、これ。可愛くないですよ。全力。でも大きすぎません、ちょっと。面白いよね。じゃあライジングソードでちょっと行ってみるけど、はい、これパワーアップしたのにどんくらい攻撃食らってくれるんだろう。硬っ。勇者覚醒して、しかもパワーアップしたのに4000もいけば3500とか、そんなもんでしたよ、ね、震える。ちょっとクロスで、これだって勇者覚醒、そうだ、ね、パワーアップで1点ですよ、うん、ね、だって普通な、ね、10万とか言ってもおかしくないぐらいですよ。いける完成4万だけどね。お？あれ？ああ。ちょうど多分10万ぐらいかな、HP。ああ、そうなんだ。いや、はい、しかもやっぱ攻撃なかなか攻撃もしてきますよね、うん、スライム。まあ、でもよく当たるよね。でかいから、ね。まあそうですね、当たりはしますね。さあ何するのかな？あ、食べた食べた。食べられた。え？まあでも、ね。
これ出てきてます？これなんか隠れちゃって分かんないんですけど、これ出てきてます？でか。これなんか全然見えない。何が起きてるの、ね、っていう。はい。いや全力で。今これあの、はい、マナマックス常になってるから、あれ？なんかやってる。今ねヒルデの番がなかったんですよ。本当だ。食べられちゃったから。うん、そう。やっぱ出てきてないですよね。私もなんか出てきてないなって思ったんですよね。おかしいなと思って。はい。全力で。はい。誰とやんのかこれ。あ、そっか、誰とやんだ。やらないって。一人。私だけだった。これ、じゃあ食べられちゃったり動けないとヒルデのレッドクロスは一人になっちゃうんですね。そうですね。この、その前にはなんないんだ。はい、ね。ちょっとじゃあ。まあ遠距離だったらね、遠距離だったら。ちょっと助けに行きます。かっこいいな。砕け散れ。なんかですね、一応バックアタックって概念があるんですよ。もう確かに。あ、え？2匹目食べられた。え？やば。え、これもし例えばじゃヒールをこの中のにしたらかかるんですかね。はいはい。まあ、結構なんか雲の糸とかはね、覚醒ヒールで、ね、なりますもんねあれ。じゃあ覚醒されてます。してます、してます。じゃあ。しかも覚醒ヒルで治るか、そう、というか回復するのかっていう。しかも勇者覚醒だから全員に絶対かかるじゃないですか。ヒールの覚醒は回復量が増えた。あ、そっか、うん、じゃあこっちに向かっていきますよ、はい、どうしよう自分になっちゃったら。あ、一応いるんですね。中で回復した。中で回復した。でもどんどん取られてく、うん、これいつ吐き出してくれるんですか、この周り赤い輪っかになってる、まあ、ターン経過なのか何なのかですよね。でもダウン値も全然たまんないし、砕け散ろ。絶対当たってるね、仲間してるの。うん、そうですよね。やばい、食べに来た。しかもなんかキラキラ意外とレガリアが見えてる。うん、確かに。ジャンプしてるとなんか見えてるのかな。ちょっと、これ逃げた方がいいの。でもちょっと助けないと。その行動はね、100点。お、本当ですか。うん、なんかこのレガリアの光がちょっと見えてるの。下の一応いるんですね、うん、これもうほらみんなターンなくなっちゃった。あ、食べられた。え、お、食われた。ええー、100点満点ですね。そうなんですよ、全員食べられてみんな食われると一撃で死んだ。死ぬんですよ。みんな食べられると死んじゃう。じゃあ中で、うん、一応吐き出す方法はあるんですよ。だって吐き出す感じなかったですよ。だって例えばなんか、うん、特殊な行動を取ったりとかなくて、次々とみんなをなんか丸め込んで、うん、自分の体内に入れていくだけで、まあね、何かをすると吐き出す。なんだ、もしくはなんか食わせないっていう方法もありますね。逃げまくる。移動距離結構決まってます。頑張ろう。わかんないな。あ、いやちょっと思ってたんですけど、はい、この貴重品、はい、まあ、なんかあんまり増えないんですけど。そうですね。はい、月光町って前 の, あのアモンのレア武器のアリカなんですけど、うんうん、はい、今回もこの月光の、うん、なんだろう、導き導き、うん、がもらえるんですよ、はい、あの新階層で、はい、おー、なんか目当ての刀のアリカはどうやらこの階層のようだ。ほう、なんか、なんか意味深な。え、これこの階層のようだってことはこれどこの階層階で。確か28かな。おー、で、はい、で28ってここなんですよ、はい、ふんふん、あ、何にもない、ノーマル、何にもないんですよ。で行ってみると水属性ってことですよね、敵がブルーだったから、うん、はい、でステージ4分の4、はい、こいつ、お、こいつ1匹、あれ、なんか弱そう。弱いんですよ、うん、ていうかステージ4分の4でこいつだけっておかしいですよね。うん、というわけでなんか怪しさ満点なんですけど、はい、まあ結構まあ有名な橋というか、まあ結構みんな知ってるんですけど、ここにあのアモンでも出た月光です、月光が。ああ、あの幻の。そうそう、はい、で、まあ、月光が出ると、うん、まあ、当然ねレア武器があるんですけど、はい、まあ、前のなんかジュランダル、うんうん、なんか攻撃力が確か1で燃焼が300とかいう、うん、すごい色なんですけど、今回は何ですか、こちら妖刀ムラサメ。おー、かっこいい、なんか日本風な感じです ね明らかに呪われてそうなね、うん、で、まあ、性能的には、まあ、攻撃200の、うん、水200の凍結100っていう、うん、まあ、凍結100は結構おーすごいっていう。いいですね。で、まあ、ソニックブレイドが、まあ、覚醒して、うん、
まあこれは結構前のやつにもあったかな、うんうん、で一個なんか気になる文章ありません？なんて読むんですか？氷の呪い、うん、これなんでしょう？氷の呪いがあるってことは、はいはい、相手がそれにかけられちゃうってことですよね。だから自分がかかっちゃうんだ。おお、どんな感じ？氷の呪いに自分も凍結しちゃう。おお、すごい正解。え、本当ですか？すごい。はい、大正解。はい、こちらね。はい、毎ターン開始時に自身に凍結値が蓄積するっていう。はい、いらなくないですか？いや、だからまあ呪われてるんですよ。え、だってそれで自分もダメージ食らっちゃうわけたり凍結して固まっちゃう。だからまあやられる前にやるんだったら、凍結値が高いからすごいっていうか、そもそもの話ゲットするのが困難すぎてネタ向きなんで、あまり真面目に考えないように、うん、でもこれで何でしたっけ、この、はいはい、アクセサリーでなんか凍結防止みたいなやつありません？ないです。どうなんですかね、なんか出たらなんかこれ一緒に使ってみたいな。これを真面目に検証する人はそもそもの話ね。入手がこんな、まあ、ゲットした時点ですげえなんですよ、もう本当に。じゃあ平野さんがゲットしたらこの辺をちゃんと調べて、そうですね、レポートに。はい、わかりました。蓄積中はどうなるのかとか、うん、何ターンで来るのかとか。え、これゲットした人なんだかんだ、なんかきのこさんがツイッターで見つけたらなんかいいねとかリツイートとかしてるんで、あ、そうなんですね。5人ぐらいなのかな今のところ、わかんないけど。そうね、その人たちもう私よりも先に早く検証データをしてそうですけどね。なんか噂によると、はい、なんか1000回ぐらいやったとか聞きますね、うん、そういう話もね。1000回はすごい、もう人差し指の指もなくなっちゃうかもしれない。やりすぎて。まあね、いつかゲットできたら、はい、すごいですね。すごいですね。はい。はい、古代遺跡ゴルドラの新階層はワープだったり、うん、スライムだったり、うん、本当他に結構ね、いろんなギミックあるんで。あ、そうなんですか、うん、だから今私が見ただけでも本当に面白いギミックばかりなので、はい、ぜひ皆さんも新階層挑戦してみてください。はい、スマッシュスマッシュ。ここからはコメントを読んでいきたいと思います。はい、アリーナ攻略上級者への道第27回のコメントですね、うん、はい、はい、みささぎさん、いくら平島さんが可愛いからってニヤニヤしすぎ。俺そんな時ありましたっけ？ありました。いや、可愛いですからね。そうですよね、ニヤニヤしますよね。あれ、そんな会話この時してたかな。分かんないな。どのキャラクターも使い方次第で強くなるのがスママジのいいところだと思う。本当ね、なんか アフロとかでね、うん、なんかすごいとこ行ってるのとかすげえなと思うもん。アフロもね、キャラ愛がすごいですよね。うん、うん、はい、続いて協力モードでのオート機能だけは廃止してほしい。全然楽しくない、効率も悪い。これはね、なんか、うん、なんか手こ入れがありましたね。そうですね、治りましたもんね、うんうん、はい、アリーナはチャレンジしていましたがなかなか勝てないのでオート戦の難しさを感じていましたが、うん、オート戦ならではのパーティーの組み方勉強になりました。みささきさんはヒルデとエールはパーティーに入れてプレイしていますか？え？あ、でも自分では使わないんですけど、うん、なんかマルチではちょっといいんですよ、楽しいなって思う。そうなんですか。マルチで誰かとなんかレッドクロスとかすると、ああ最高って感じ。でも自分一人だったら、あ、別にやって。私は入れてますよ。たくさんのコメントありがとうございました。ツイッターの中の人、きのこさんのツイッターのフォローよろしくお願いします。そしてこの公式の YouTube チャンネルのチャンネル登録まだの方は登録よろしくお願いします。それではまた次回まで。スマッシュスマッシュ。